ショーン・ケーシーはアメリカ合衆国の元野球選手。ポジションは一類種。ニュージャージー州、ウィリンボロ・タウンシップ出身。右ト左ヒダダ積極的に事前活動を行うことで知られ、ザ・メイヤーの愛称がある。オールスターゲームに3回出場している。1999年には、ファイティング・スピリッツが旺盛な選手に贈られる、ハッチ賞を受賞。 2009年1月に現役引退を表明。少年時代に憧れていた選手は、ケーシーと同じ守備位置であるウィル・クラーク一塁手だった。リッチモンド大学へ進学し、1995年にコロニアルアスレチックカンファレンスの最優秀選手に選出された。同年6月に行われたドラフトでは2巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され入団。 1997年9月12日にメジャーデビュー。1998年3月30日に、デイブ・バーバトンのトレードで、新シ品シキレッツへ移籍。4月2日に、打撃練習中に早球が顔に当たり、右目周囲を骨折し20針を縫い、故障者リスト入りとなった。その後復帰を果たし、96試合に出場。1999年は4月から6月の、 月間打率が3割7分を上回り、ラリーはオーカーラと首位打者争いを演じ、1941年のテッド・ウィリアムズ以来の4割打者に挑戦する一人として挙げられた。オールスターに選出されたが、7月から9月の月間打率は3割を下回った。最終的に打率、332.25本塁が99打点を記録し、8勝を受賞。 2004年、レッツ時代の KC2002 年、2003年は、打率3割を下回ってしまったが、2004年は、前半戦で打率。352の活躍で3年ぶりにオールスターに選出され、最終的に打率は、324で、本塁打や打点は1999年以来の数字を記録し、自己最多の44二塁打を記録。 シーズン終了後の10月29日に、球団は3年契約がまだ1年残っていたにも、かかわらず、2006年の850万ドルのオプション、行使した。2005年は、前年の24本塁打から9本塁打と2年連続2桁本塁打をストップさせてしまうなど、長打はのきなみ減ってしまったものの、ナリーグ5位となる打率。312をマーク。 守備についた134試合で失、失策を昨シーズンの1、4となる2つに抑えるなど、持ち前の安定感を発揮。順調なシーズンを送っていたが、同年9月16日の一塁守備の際、打者走者の肘が顔に当たって失神。同シーズンを終えることとなった。同年12月8日に、金銭及びデイブ・ウィリアムズとのトレードで、ピッツバーグパイレーツへ移籍。 2006年シーズン途中の7月31日にタイガースへブライアン・ロジャースとのトレードで移籍。初のアリーグ在籍となるタイガース移籍後は低調でデビュー戦の5月31日以来の本塁打を含む5本塁打を放ったものの打率245と不振に陥ってしまった。その一方で守備面では51試合で2失策と持ち前の安定感を見せた。 また、8月24日のシカゴホワイトソックス戦では、レフト前ヒットを放ったものの、本人がサードライナーと思い込み、一旦走るのを止めてしまったため、レフトゴロを記録した。2007年は、開幕から、小一塁手として打率、296をマークし、一塁守備についた131試合で、2失策と、堅実さを見せた。また、3年ぶりの投塁も成功させた。 同年オフに FA となり2008年2月5日にボストンレッドソックスと1年契約。左の代打要員として69試合に出場し打率322を記録した2009年1月25日に現役引退を表明。引退後は MLB ネットワークに勤めることが決定している。ありがとうございます。